はい、どうも、ケイです。本日もお越しいただき、ありがとうございます。今日はですね、最近、よく深夜に、ミキティの YouTube チャンネルを僕よく見ていて、質問に答える動画を拝見してて、すごく見ていて痛快なんですよ。発言とか内容が全部。皆さんが体験してるエピソードを聞いて、僕がリアクションするっていうのがあんま撮ったことなかったので、それを今日やっていこうと思って、ストーリーの方で、ドン引きした男性のエピソードっていうのを募集したので、それを発表しながら、リアクションをしていこうと思うんですけど、本当にね、ちょっと見たけど、マジでやばい。あのね、こんなやばい人いるんだってぐらい本当にやばいことばっか書いてあって、あともう一個ね、最近口腔ヘルペスっていうの、唇がヘルペスになっちゃって、だから今リップ何も塗ってないから、ちょっと唇の色がないとか腫れてるとかコメントあるかもしれないんだけど、この周りだけ今日メイクしてないので、唇だけ見栄えがあまり良くないかもなんですけど、そこはまあ置いておいていただけると嬉しいので、早速ね、募集したエピソードを紹介したいと思います。まあ簡単なところから行きましょうか。車の中で出たゴミは何でも窓からポイ捨て。ありえないですね。これ本当に結構見た瞬間に無理だと思って、よくタバコとかさ吸いながら運転して、タバコを窓からポイって投げる人いるじゃないですか。あれもまず許せない。歯ブラシはあるからと言われ、家に行ったら別の女が使った歯ブラシを平然と差し出してきた。これマジと思って。すごくないですか？別に女じゃなくとも、誰か使った歯ブラシ使いたくないじゃないですか。それを平然と出す神経がマジありえないじゃん。これマジドン引き。1円単位の割り勘、かっこ8個上。これもなんか結構無理かも。自分の場合は、なんなら多く払っちゃう。これも結構僕ね、自分がもしその人とご飯食べた時に1円単位でこうやって、あと3円ちょうだいとか、あと2円足りないと言われたら結構イライラしちゃう。じゃあもう1000円出すからもう黙れって言っちゃう。本当に、そんぐらい結構僕もこれ嫌ですね。めちゃくちゃ私より女子力高すぎな職場の男の子。ドン引きするこれって別に。自分と比較して自分よりも女子力高いわけじゃないですか。それって別にドン引きするっていうかさ、それそれじゃない？女子力もちょっと頑張って高めた方がいいのかなって思っちゃう。これは僕ドン引きしないかも。で、もう一個、これお友達からなんですけど、名前忘れます。付き合っていた当時、一緒にペットを飼っていたが、別れてから自分が家を出た途端、次々と飼っていたペットが死んでいく。ほら。ホラーすぎてやばい。思い入れがあるものってさ、捨てたりとかさ、処分する人いると思うんだけど、命って別じゃない？だって、生きてるものをさ、そういう風に扱えちゃう人って、僕結構サイコパスに感じちゃうので、ドン引きってか怖い。恐怖。初デートで自分の買ったものとか、全部私に持たせて、あれなんですね。重くて落としたら責められた。で、お前が持てよ、じゃあ。自分が買ったものせめて自分で持てよって思うし、なんなら彼女が買ったものも持ってほしいじゃんって思うじゃん。別にそれって男女とかじゃなくてさ、重そうだったら、持ってあげようって思うじゃん。だからその、優しさじゃん、それ。でさ、全部持たせた挙句さ、落としたら怒るってさ、おかしいよね、マジで。うわ、これやばいな。結構ね、簡潔なんですけど、言いますね。元彼が実はセフレと彼女持ちで、四角関係だった。笑っちゃいけないけどさ、あまりにもヒルドラ感強すぎてやばいんだけど、その彼女の友達と付き合っててセフレでもあったってことでしょ。こわ、ドロドロのレベルが違うんだけど。これは面白いな。してる時に声がすごく大きかった。こうあーみたいな声が結構出ちゃうタイプの人だったと思うんだけど、これもすごい面白いですね。なんか簡潔で面白い。これなんかすごい。でも自分も結構ですね、引いちゃうんだよね。男らしく振る舞ってる人が結構大きい声出しちゃうと、なんか引くっていうか、なんてだろう、がっかりしちゃうっていうか、なんて言うんだろうな、まあ引くね。それは引くね。電車で隣に座ったら鼻くそをこすりつけてきたやつ、泣いた。え、なんで？電車で隣に座ったってことは他人なわけじゃん。こすりつけるぐらいの間からでもなくなる。こすりつける間からってなんだよって話だけど、クソキモいんだけど、普通にドン引き。痛す時にガチで首を絞めてきました。死ぬかと思いました。これね、僕昔あったんだよね、自分でも。飲んでて、まあいい感じのムードになり、結果場所を移し、そういう風になったんだけど、グッてやられて、ちょっと、みたいな。いやだなと思って。まあ俺的にはまずありえない。論外。お互いお酒が入ってるのもあって、あっち側から、なんか、身元でさ、って言われて、キモってなって、え、無理、キモっつって、やっぱそういう人いるんだね。てか結構ね、そういうなんか夜系の話でドン引きした話が多いね。今度俺の友達と来て、俺そういうのしか興奮できないって言われた。嫉妬心で興奮して、はぁ、行きたいってなるわけじゃん。結構やばいやつだと思うんだよね。まあ否定はしないよ、そういう人も別にいていいと思うんだけど、ドン引きはするよね。楽しい。初めましてで、セックス依存症の話をされた時、何の話の脈絡もなく永遠と語られて、さらに引きました。自分のことをまず知ってほしかったっていう気持ちもあるかもしれない。例えば付き合った後とかにそれがバレて、喧嘩だったりとか嫌だから、あらかじめそれをしといてもらいたいっていう相手の配慮かもしれないけど、まあ、来ますよね、普通にね。そうですよね、っていう。はい。仕事をクビになり、私から月5万、合計16万借りておいて、突然
2014万円のゲーム用パソコンを買ってきたとこ。それはね、ってなる、もうそんな、ってもう、ぶん殴りたいね、マジで。お前何のために貸したんやって。5万大変ですよ、月5万って。アパレルのバイトしてる頃ってさ、月給20万だったんですよ。で、東京で一人暮らし。で、状況下で5万なんて取られたら、もう僕はもう生活ができないわけですよ。蓄えがもともとあったのに、お金ないって言って月5万もらってたか。どちらにしてもクズだよね、本当に。マジでクズ。腹立つな。ワンナイトした時に、相手のカバンからでかい瓶の精力座が出てきた顔がタイプだったから残念。ワンチャンしようと思って、すごいタイプだな、いいな、ここ人めっちゃいい感じだ、顔かっこいいし、いざ始まろうとした時に、バカでかいこうやって精力出してきて、グビグビ飲まれたらさ、それ引くよね。別にワンチャンならいいんじゃない？だってあっちもガンガン頑張ろうとしてるんだよ。そんな精力剤グビグビ飲んでさ、どんなものを見せてくれるかわかんないじゃん。でも残念って書いてるから、タバコもしかしたらね。感想お待ちしてまーす。六本木交差点ど真ん中で1万円札地面に捨てられて、拾えってされたこと。僕だったらマジぶん殴りますね、本当に。信じられないね。腹立つな、これ。どういう間柄かわかんないよ。なんか普段からそのお金をよくもらうような間柄だったのかもしれないけど、だとしても、お金をまず存在に扱う人がまず好きじゃないし、キモすぎるね。かわいそう。めっちゃいっぱいあるな、てか。初デートの前日に、別にすぐ死ぬわけじゃないからまた今度ねって言われた。LINE ブロックした。謎すぎない。その理由の言い方、なんでなんだろうと思うけどね。嫌いなんて思うよね、普通に考えて。それは LINE ブロックするよね。いや、面白いね。どういう発想できてんだろう、普段。ご飯行った時に俺が出すよってカッコつけといて、カートの上限超えて、しかも現金なくて私に払わせた。昔あったもん、自分でも。もちろん計画せない自分が悪いんだけど、カードで払う気満々だったから、普通に現金普段持ってない人も多いわけじゃないですか。それでカードで払おうと思ったら上限超えてたってパターンでしょ。まあ、しょうがないんじゃん、それは。わざと払わせようとして、計画的に上限行かせておいて、現金も持っていかずに、ご飯食べ行って、おごるよって言ったわけじゃないわけじゃん。だから、それは許してあげてほしいなと思う。残念だなぁと思うけど、別に引きはしないかも。コンビニの支払いで自分の買うものを渡してきて、会計をさせるくせにポイントカードだけ横から出す。あ、これ腹立つね。なんかやることが卑怯。姑息。姑息。本当にひどいと思う、それは。お会計しました。横にいた友達の分が別会計なわけじゃん。その時に、これもつけてもらっていいポイントならまだわかる。最悪。嫌ですね。俺かっこいいからブスが近うんなって告白したと女子に言っててドン引きしました。キモー。キモいな。俺かっこいいからブスが近うんなやって言うわけでしょ。どんな顔してんの？お前はちゃうのか？木村拓哉か？ヤマピーか？国宝級的なイケメンならまだ100歩ずつわかるよ。わからないけど。見たいです。逆にその言ったやつの顔。デート前にパチンコ打ってて3時間持たされたこと。めっちゃ嫌だ。デートに3時間遅れてくるわけじゃん。でさ、何したのってなるじゃん。3時間も遅刻してるんだよ。パチンコって言うのかな？本当に。わかりにくない？無理なんだけど。みんなすごい経験値なんだけど。貯金箱をひっくり返して入れるところから爪楊枝刺して出されてた。かっこ笑い。やり口キモすぎんだって。裏のところからさ、こうやってさ、開けるわけじゃないんだ。開けるわけじゃなくって、爪楊枝で刺して小銭出すんだよ。こうやってほじくり出すんだよ。無理なんだけど。ケツ書いてどさくさに紛れて匂ってたこと。まあ、ドン引きするね。俺も無理だね。あ、無理だね。キリスト教徒の DV 彼氏に浮気され、別れて、次の彼氏と付き合った時、悪魔の子だから別れろとお姉ちゃんに来た。大丈夫ですか？情緒不安定すぎ？なんかカウンセリング行った方がいいと思うよ、マジで。マジで被害妄想の塊なんだけど。別れた元彼に、俺はまだ好きだから、他の男と喋らないでって言われたことですね。これもちょっと無理だね。だってもう別れてますよねって。決める経験ないですよねって。俺だってもう恋愛7年間してないから、みんなちゃんと恋愛できててすごいなって思っちゃう。10年前の恋を引きずる男。初恋なのかな？初恋とかだったらさ、結構男性引きずるくない？女性の場合はさ、結構上書き保存って感じがするけど、でもこれドン引きっていうか、なんかまあしょうがないよねって思っちゃう。なんかそれは、まあ、難しいね。これは忘れられないんじゃないかな。それはもう一生、なんか進展がない限り、その10年前の人とね。彼氏がデート中にパチンコ行って車の中で6時間待たされてた。パチンコ行く人多ない？なんか同じ人？なんでさ、お互い同じ時間を共有するためにデートしてんのにさ、別行動の時間長すぎん？しかもパチンコ長すぎん？やっぱ山の中で蛇捕まえて焼いてた。何それ、どういうエピソード？これは山賊？どっか行ったと思ってさ、探して行ったらさ、山の中にいてさ、蛇捕まえて焼いてんだよ、こうやって。どういう状況かわかんない。どういう状況？キャンプかな。めっちゃ笑ったんだけど。俺くちゃくちゃ音立てて食事するやつ許せないんだよねって言ったやつがくちゃらだった。まあくちゃらの話結構多かったですね、今回。僕もね、くちゃら無理なんですよ。海外のこうやってってしながら、カバンをごそごそ漁って、ASMR っていうのする動画をやってて、めっちゃバズってる人がいて、その人の真似をして、バービーの格好をして動画上げたんですよ。ギテさんこんなにくちゃらと思わなかった。ギテさんこんなにくちゃらのですね、ブワー書いてあって、この人すごい好きだから真似したって、ちゃんと書いてるんだけど、動画だけ見てる人もやっぱ多いわけだから、そういう人からそういうコメントがすごい来たんだけど、僕もくちゃらマジで無理だから、あれって赤にフィクションなんで。
僕食べるときめっちゃ音気にするから絶対口閉じて食べるんだけど、友達でもしくちゃくちゃ喋ったら言うもん。治んなかったら結構距離感考えちゃうぐらい無理。友達の元彼が使用済みのゴムをコレクションしてた。え、キモすぎるんだけど。強烈のドン引き、ドン引きオブザイヤー、やばい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 。もし頻度多かったらさ、部屋中ゴムだらけじゃん。あ、これシンプルですね。ゴムつけない。はい、これはドン引きです。つけろゴムは今すぐ。財布銀行から勝手にお金盗む、犯罪です。車で迎えに来てくれた時、車内がめっちゃニンニク臭かった。これは許してあげよう。別に僕ニンニク臭い人全然嫌に思わないんだけど、だって自分は別にニンニクの匂い気にしないし、ニンニク大好きだから、ニンニク食べてきたんで美味しそうぐらいしか思わないんだけど、ちょっと軽く引くはわかるよ、もし無理だったらね。これに関しては僕全くですね。何回かデート重ねて行った後告白されると思いきや、俺奥さんいるんだよね。ドン引きした。あ、それはドン引きするね。やば、言うタイミング違くない？デート重ねてるうちにも言うタイミングあったと思うし、たあと無理、キモい。元彼逮捕された、ヘリのパイロットで無免許で着陸すごい語呂がいいね。見出しが素晴らしい。この記事がもしあったら読みたいと思った。今タイトルのセンスあるね。結構ニュースになってると思うんだけど、そういうレベルの話これって。いや面白い、みんな本当に。でもこういう系も多いね。いい感じだった人とご飯行ったらホテルに誘われ、断ったら今までお前に出してたお金返せって言われた。別れた時にお前にあげたプレゼント代全部返せって言われたとか、そういうお金関係のドン引きも結構多いですね。別れた時に今まで過ごした思い出全部がダメなわけじゃないじゃん。幸せな思い出もあるわけじゃないですか。それに対してお金を払ってるって思えばいいんじゃないかなって思うんだけど、もっとさ余裕持ちな、もっとみんな。前歯2本しかなかったことです。しかもその2本すら汚い。ネズミ男って言ってあげな。歯磨きを一切しないんじゃない？だってさ、歯が2本しかなくなるってさ、よっぽどよ。それでプラス2本も汚いわけじゃん。だからもう秒読みじゃん、抜けるのは。全部抜けるのを目前にしてるわけじゃん。でも別に彼氏とかしないわけだもんね、これは。たまたま喋った人が歯2本しかなかったって話だもんね。気にするね。聞くね、それはね。小中一緒の先輩が駅から高校までの通学路で電柱にタッチション。まあ、近くに通れなかったのかな。例えば駅とかさ、ショッピングモールとかなかったのかな、わかんないけどさ。単純にこう汚いし衛生的に良くない。最後にもう一個だけ言って終わろうかな。どんどん増えるんだけど、すごい数だよマジで。過去一かなってぐらいの量。40代最終持ちに俺との子供作らないって言われた。これすごいっすね、レベル高いっすね。ドン引き、絵に描いたようなドン引き。あとさ、40歳で最終持ちなわけじゃん。でこのアイコンから見るに多分さ、まだ20代とかなわけね、多分絶対ね。作るわけねえだろって。誘い文句キモすぎん？ご飯行こうよとかさ、飲みに行こうよとか、マットな理由あるじゃん。もっと。俺との子供作らないっていう誘い文句がもう本当に無理。なんか、キモ。マジでキモいな。うわ、これ最後にふさわしいな。マジキモすぎるな、これは。はい、まあ、てな感じで。結構やっぱ恋愛系の話が多かったし、あとお金関係が多かった気がするんだけど、めっちゃ経験豊富、みんな。本当に。なんか僕もっと経験積まなきゃって思った。なんかまあ、どういう意味かわかんないけどさ、今日はね、皆さんのドン引きした男のエピソードを募集したんですけど、マジで面白かったなって思うので、もし好評だったら、また第2弾もやろうかなと思ってますので、見てみたいかもって悩みもあったりしたら、ぜひコメント欄の方に書いてもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。はい、てな感じで、今日は皆さんから募集した、ドン引きした男のエピソードを発表しながらリアクションをしていきました。ぜひ面白かった方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ゲテでした。バイバーイ。男には気をつけろ。